か。はい、いつものお願いします。クックッ。はい、いただきます。ごくごくぶはーてててててて。んうーん、このトロイト鎖国もうたまらない。ありがとうございました。どうもどうも、馬でございます。ということで今回はね、こちらのカフェハタノスからお送りしております。なんだけど今回はちょっとね、まあ皆さんに重要なお知らせというものがございまして、動画を撮っております。うん、というのも実は今撮影日が6月の22日なんですけど、6月の25日の土曜日から私今一人暮らしの方を始めることになりました。はい、ということで一人暮らしなんですけど、まあパソコンの方をねちょっと持ってかないんで、まあ、単刀直入に言うと動画の方を撮れなくなります。はい、まあというのも今編集用とかね撮影用で使ってるパソコンは今家族兼用のものを使ってるので、一人暮らし持っていけないんですよ今。家族が使っちゃってるのでね、実家の方で。なのでしばらく活動の方がかなり減ります。うん、たまにね実家に帰ってきた時には撮ろうかなと思ってるんですけど、まあ一人暮らしする新居の方には持ってかないので、多分月に1本上がるか上がらないかのペースなんでね。しかもゲームとかもね、プレステ3とかも全部持ってっちゃうので新居の方に。これから撮影できるゲームが Wii とスーパーファミコンとゲームキューブくらいしかなくなっちゃうんですよ、実を言うと。なんでそれらの中で何かやっていこうかなと思っております、短いものをね。うん、なんでしばらくはね、まあパソコンを新しく自分用に買うまでは活動の方を激変させていただきます。うん、あとね僕ね、受験生なんで今年。はい、まあ、受験の方も控えてるんで、まあかなり活動回数が減るんじゃないかなと思います。でも飛び出せ動物の森の方はね、一応これまで通りスマートフォンの方で撮影して、スマートフォンで編集をしてアップロードすると思うので、多分できるんじゃないかな。うん、まあそれはまだ一人暮らししてみないと分かんないんで、分かんないんですけど、うん、まあ、とりあえずはそういうことですので、皆さんよろしくお願いいたします。すいません、いろいろとね、復帰したばかりなのにこんなお話してしまい、ですがこれからもよろしくお願いいたします。では